い、どうも、ケンリンです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、やっとこさ、口内炎が治って、めちゃくちゃ口がベロがプラプラプラっていう感じで動いております。めちゃくちゃ最高です。っていうことでですね、はい、今回はですね、何なのかというと、80シーズン、SS 上位対使用率ランキングトップ10と、はい、いうことでですね、はい、やっていきたいと思います。うん。で、もう早速ね、もういっちゃいたいと思います。さあ、今回第10位に入ってきたキャラクターは、このキャラクター。ワノ国、オロビという感じになっております。まあ、工場キャラクターでも、なおかつ活躍できるこのキャラクター。ダッシュ能力はマジでバウンティー界ナンバーワン。そしてさらにブーストも二度かけていけることができるこのキャラクター。めちゃくちゃ優秀。特に今ね、ゲタゲタ環境。まあ、ゲッターがね、めちゃくちゃ強い環境になってるので、うん、より一層、まあ、いいですね。本当に。まあ、オロビ、おでん編成がメインとして、まあ皆さん使われております。さあ続いていきましょう。さあ第9位、このキャラクター、ビッグマム海賊団戦士シャーロット、ペロスペロペロペロです。はい、てことで、まあ今回ペロペロ入ってきたんですけども、来シーズンになってくるともう少し増えるんじゃないであろうかという感じで思っております。まあ今ね、引いてね、まだ80とかね、100とかになってないから、ちょっと耐久がね、問題だからちょっとね、とかっていう感じで思ってる方も多分いらっしゃると思うので、うん、ただしこのキャラクター本当にめちゃくちゃ強い。うん、もうめちゃくちゃ鬱陶しいし、めちゃくちゃうざい。うん、もう手ぐらい、もう敵にいたらね、もう本当もうこいつのね、居場所だけはもうずっと見てる。もういつこのね、スキルのこのベトベトン、このベトベトンね、これ本当にえぐい。もうしかもね、クールタイム28秒で回転率めちゃくちゃ高いんですよね。うん、まあね、このキャラクターが、第9位となっております。まあ来シーズンちょっと期待してるキャラクターですね。さあ、続いていきたいと思います。続いて第8位、このキャラクター、ワノ国マルコト。なんと今回新キャラ2キャラクターとも環境ランクインと形になっております。 SS 上位体で、まあおでんマルコの編成が多いかな。はい、で自分も今、丸おでで、おで丸ですね。はい、おで丸でやっております。もう本当にダッシュ性能ピカイチ。やっぱり握ったら離さない。これ100になって耐久つけたらどうなっちゃうのと、はい、いうところで、今思っております。まあぜひとも100になった時楽しみにしてください。さあ、今回ですね、まあこの新キャラ2キャラクター入ってきたので、まあ来シーズンこのキャラクターたちがどこにランクインするのかがちょっと楽しみです。はい、てことで続いていきたいと思います。第7位はこのキャラクター、安心安全クラシアンの最強生物カイドウですね。はい、完全体になってしまったらもうもはや3分耐久当たり前っていうぐらいのめちゃくちゃの強さ。はい、まあただし最初の完全体になるまで、赤ちゃんのようにおんぶに抱っこしてもらわないといけないキャラクター。はい、まあなのでね、それがね、最初叶わなかった時カイドウは悲しい思いをしてしまうんですけども、完全体になってしまったら本当に最強の生物。うん、まあなんでね、まあオーシャンサンズ、まあ一チームに一体はね、いたらちょっと後ろ安心していけるかなという感じの思ってるキャラクターですね。はい、まあ今ねマルコとかも出てきたんでね、自分マルコ使ってるんでカイドウ使ってたらもう真っ先に行っちゃいますね。はい、てぐらいにね、まあ立ち上がりは弱いんですけども、尻上がりキャラクターとしてね、はい、今後もちょっと期待していきたいキャラクターです。はい、続いて、中盤戦に入っていきます。第6位、海賊王ゴールディ・ロジャーということでですね。はい、まあロジャーになってくるんですけど、まあちょっとね、赤犬
うん、こちらのキャラクターがね、やっぱり多い中で、やっぱりちょっとしんどいかな、その部分に関して言うと。ただ、その赤犬に対する夢ルフィ、その夢ルフィを見るには、やっぱりこいつでしょ、と、はい、いうところなんですよね。で、まあ、カイドも見れる。まあ、ちょっとヤマトとかがね、ちょっとめんどくさいと思います。まあ、ロジャー使ってる人からしたら。うん、まあ、レイリーもしっかり見れるということでね。はい、まあ、しっかり環境のゲッターたちを見れることができるアタッカー。うん、まあ、ただ、旗握られてしまったら結構ピエンになってしまうんで、でまあそこがねちょっとやっぱりめんどくさくて、やっぱり赤犬とかの方のがやっぱ使用率が多いんじゃないかなというところでですね。はい、てことで第6位がゴールディロジャーと、さあ続いてが第5位、このキャラクター海賊を夢見る男モンキー D ルフィと、もう本当にヤマト使ってたらマジで嫌ですマジで嫌。もうバウンドマンになんないでって本当に思っちゃう。バウンドマンになったらもう逃げるしかできないぐらい、ほんとヤマト使ってる人からしたらもうほんと一番会いたくないキャラクターっすよね。はい。まあそんなか、今ね、ペロペロとかも出てきたからね、もうめちゃくちゃめんどくさいアタッカーが増えてる。うん、しかもワンパン性能を持ってるキャラクターたちが多すぎる。はい、まあ捕まったら終わりっていうね。はい、もうゲッターからしたらもうピエンな状況です。はい、まあその中の一人として出てきたのがこのモンキー D ルフィと。はい、まあ来シーズン、まあ全然ね、順位の方があんまり変わんないんですけども、まあ来シーズンも次の超フェスが出てくるまではもうこの順位を、まあ基本キープしてるんじゃないでしょうか。っていう感じですね。はい、てことで第5位がモンキー D ルフィ、夢ルフィですね。はい、続いて第4位。このキャラクター。ロジャー海賊団副船長シルバーズレイリーという感じで、まあ前回ですかね、第2位まで上がってきた。まあフェスの復刻、まあ若レイリードフィーがね、まあ来てたっていうのもあって、まあさらに使用率が増えたんじゃないかなっていうのが前シーズンなんですけども、まあ一応順位が第4位なんですけども、3位のキャラクターとほぼ変わんないです。はい。もう、使用率で言うとね、まあ、そんなに、めちゃ変わったっていうわけでもないのでね。はい。まあ、ただ、そのちょっと、ビビたる差で、第3位と、ちょっと4位にさせていただいております。まあ、なので、3位と、あんまり変わらないっていう感じで皆さん思ってください。はい。てことで、その第3位を発表していきます。第3位。やはりゲッターのカイドウの息子ヤマトという感じで、まあ若レイディーと本当に使用率の方はね全く変わんなかったかな。うん、まあレイディーがいっぱいいればヤマトがいっぱいいたり、うんっていう感じで、うん、ヤマトとレイディーが分かれてたりと、うん、いう感じになってる。まあ基本皆さんね、赤緑青っていう裏設定はね、もうレイディーかヤマトかおでんっていう形なので、うん、まあ使用率の方はそんなに変わんないっていう形ですね。はい、でヤマトもね、今回ペロスペロ本当にもう何回あのキャラクターに捕まったか。んで怖いキャラクターで言えばルフィ、んもうこれも何回もワンパンされておりますはい、まあということでですね、ヤマトという感じになっております。さあ続いて第2位、こっから使用率がねちょっとパーンと上がるんですけども、第2位がこのキャラクター、海軍本部元帥赤犬という感じで。まあ、やっぱロジャーよりやっぱ使われている理由に関して言うと、ヤマトをやっぱ剥がせる。まあ、おでんを瞬殺できる。んで、まあ、あとはレイリー。レイリーもまあ、しっかり見れるっていう形ですね。はい。まあ、やっぱヤマトが多い中で、やっぱり、剥がせるっていうことがすごい大切になってくるから、まあ、ロジャーより、圧倒的にまあ、増えてると、まあ、使われてるっていうことですね。はい。まあ、おでんもね、瞬殺できてしまうキャラクターなんでね。はい、まあ、てことで変わらず第2位、まあ、前回はレイリーだったのか、まあ、なのでまた戻ってきましたね赤犬。はい、てことで第2位が元帥赤犬と。さあ、もう1位はですね、はい、こいつです。はい、光月おでんとうん、これ変わんないっす。もう圧倒的に多いっす。圧倒的におでんですね。うん、まあ本当にやっぱダッシュ能力、回復、ブースト、そして、ね、俺最近ずっとヤマトの裏でおでん使ってたんですけども、135% ぐらいでずっと使ってたんですよ。それでもやっぱ強いなっていう風に思ってたんですけど、今丸子、おでんでやってるんですけど、それで 161% ぐらいあるんですね。お、めちゃくちゃ
ぶっ壊れたなって言った、めっちゃダメージ入ったんやけどっていう風にね、もうやっぱ強いわ、強すぎる。うん、っていうことでですね、まあ今回、1位が光月おでんと、はい、いうことでですね、今回、第80シーズン SS 上位対使用率ランキングトップ10はこういう形になりました。はい、ぜひとも来シーズン皆さんこれを参考に、ぜひともリーグ頑張ってみてください。っていうことでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。